ブルネル賞は、鉄道関連では唯一となる、国際デザインコンペティションである。1985年、欧米を中心とした、世界各国の鉄道関連のデザイナー、建築家によって構成される、ワトフォード会議によって創設された賞で、近年完成あるいはリニューアルされた、鉄道関連の、あらゆる分野のプロジェクトを対象に検証することを、通じて、 鉄道事業者の経営に対するデザインの功用の認識を高めるとともに、鉄道の社会的役割に対する一般の意識の向上を目的としている。コンペは2年から3年ごとに開催され、2008年には第10回を迎えるに至った。賞の名称は、イギリスグレートウェスタン鉄道の技師、イザムバード・キングダム・ブルネルにちなんでいる。受賞対象は、駅舎、鉄道インフラ、 関連施設、工業デザイン、車両の5つの部門に分かれており、各部門ごとに優秀賞と奨励賞が選定される。また、全カテゴリーに応募作品を提出し、全社的なデザインに対する姿勢に最も優れた企業、団体には審査員賞が贈られる。受賞記念プレート日本の鉄道事業者の参加は、1989年に JR 東日本が、 世界鉄道デザイン会議を主催したことを契機として、同年の第3回コンペから認められ、以来毎回受賞している。特に車両関連では、欧米各鉄道に劣らぬ受賞実績を挙げており、2011年には JR 九州が日本の企業としては初めて審査員賞を受賞した。過去の受賞実績は以下の通り、左より受賞対象、受賞事業者、 デザイナー名の順。第3回第4回第5回第6回第8回。第9回第10回第11回第12回第3回。第5回第6回第7回第8回第9回。第10回第11回第11回。ありがとうございます。